自分の船変わった、かっけえ。やったね、稼いでた。メリディアンベイ行きますよ。はーい。推奨レベルはえ16でハードって書いてあるんですけど、でも左下にもう一個行けるとこあって、そっちはレベル15なんで、そっちから行きましょうか。ああ、なるほど。光ってるストーリーのマップは、あ、これもストーリーはストーリーか、16とかで、まあここから行きましょう。まあどっちにしてもハードなんで、まあゲロ吐く可能性が高い、それなりに硬いと思われます。お覚悟を。火星は初めてだからな。勝手に飛行機かぶって、飛行機ではないの、宇宙船か。何が、英語っさんも変わってるな。ほんとだ。あの、多分売ってたよ、なんか一個それ買ったんじゃないかな。あ、売ってるんだ。売ってたよ。さあ、火星だ。多分あの、すげえでっかいゴキブリがいっぱいいるよ。この座標によれば、ブラックガーデンのゲートは失われたフリーホールドの町の近くです。でもなんかそういうの内崩壊によって砂に埋もれました。現在はカバリがこのエリアと火星の大部分を占拠しています。彼らのテリトリーは問われません。めっちゃ強そうだね。ジョジョしか話しちゃった。ジョジョエコリアの首にじ切られてにじ切られて持ってこられても困る。ブラックガーデンのゲートはここから離れており、カバルが軌道通信を遮断しています。スパローを使いたければ敵のバンカーに侵入してシステムを停止させるしかありません。はーい。ビークルは召喚できねえな。あ、そうなんだ。ビークル封じられてんのか。この場所では召喚できない。カバルの情報です。どっかで体重350キロを超え、高度に武装、カバル簡単に惑星や衛星を消滅する力を持っています。何言ってんのこれ。決して甘く見てはいけません。これが今回の敵さんなのかな。簡単に惑星を消滅できる。体重350キロ。あ、やっぱビークルダメだ。怖え。惑星を消滅できる小錦と戦うと。この中、なんかそこにカプセルハウスみたいなある。なんもない。どっち行くの？ん？思っていたより簡単ですね。こっちかな。なんかこっちに。ん？あ、逆？ここだ。ここ端末っぽい。あら、違うの？あれ？ここ？ここ。あ、そこ？もう中入る。彼らは中にいます。一つ忠告を。相手のことがもっと分かるまで戦闘は避けるべきです。軌道グリッドとリンクしているものをスキャン中。ハンドキャノンいいなぁ。戦闘は避けるべきですって言ってたよ。マジで？ちょっと相手のことが分かるまで戦闘しちゃダメ。あれです。これが端末か。なんかこの敵のいなさがさ、なんかすごいもうフラグ感がすごい。なんかすごいのが出てくるんでしょ、どうせ。アクセスキー、DOS はもっと複雑です。必要ありません。おや？なんか奥開いてる、ね。まさか。警報システム？カバルの攻撃を退けるとか言って。開いてますよ。なんか来たー、でかいの来たな。おーおー、亀みたいなのが来た。はい、頭打ち抜きます。ちょっとダメージは入ってる。敵の警報システムだったようです。なるほど。あ、盾持ってるやついる。すげえ。殺せないことはないね。殺せないねことはない。確かに。うわ、ファランクスってやつがいる。盾持ってるのファランクス。なんか全然攻撃してこないか。泥臭いんじゃないかな。手持ちがちょっとやりにくいな。肩打ちやる。ほら、
あ、なるほど。一発尻溶かせて盾溶けてからですよ。よし、弱いんじゃないですか。これは弱いんじゃないですか。追加が来た。左から来てる。めっちゃ物量で来る。すげえな。あ、なんかちょっと機動性がありそうなやつ。センチュリー。すげえ、なんかグフとドブが混ざってるやつ。そうだね。重量級。やばいな、ポケラみたいな。硬いな。3回する。そんなにこいつらの弾痛くない？痛くはないね、確かに。硬いだけで。取った。ホットスパイヤー。パカ。ボスは死んだかな。ボスにね、結構いるのよ。体力は多いわ。すげえ硬い。弾拾ってこよう。あ、リークレスチャーの。スパラを召喚してゲートに向かいましょう。用可能です。ここ一周してる？火星っぽいな、なんか。確かに火星っぽい。これはなんかすごい深い谷があるみたいなことをなんかで見たり。カバルはベックスと敵対しているようです。ゲートについて何か知っているのではないでしょうか。近くにいくつか基地があるので調べましょう。あ、なんかロード中になっちゃった俺。おお、びっくりした。走ってる途中にロード中ってなったよ、初めて。さっきね、僕もなったそれ。あなた次第です。初めてなった。あれだね、ゴブリンたちとなんか敵対してるみたいね。ベックスってそうでしょ。そう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 、ゴブリンたちがベックス。今なんかゴブリンと打ち合いしてたよ。基地はこの先です。敵のシステムに侵入してゲートについて調べます。結構それぞれなんていうか仕組みがあってなんか喧嘩し合ってる。そうそうそう、なんかそういうのはいいね。ホールンとなんかゾンビ軍団もよく喧嘩してたし。やべ、どこ来た。いてて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 、いてててて、死ぬ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 、あいたいたいた。あ、バイク壊れた。おお、死ぬ死ぬ。ここ目的地みたい。なんか後ろから山ほどいるよ、なんか盾持ったやつが。これ、お、なんか変なスナイパーみたいなのがいるな。ここで何するの？リージョナル。ああ、雑魚か。
ではアクセスキーを手に入れましょう。持っているものを見つけてキーを奪ってください。この集団のところに技打ち込みに行ったらきっと気持ちいいよ。気持ちいいけどね。出てたらなんか今手法がさ直撃するの見ちゃったよ。怖え、超怖え。手法がうおーやべえ、結構早い手法が。これ撃たれるの？博士が粉々になる瞬間みたいな。またなんか造影が。ちょっとこれ船帰ってくんないと話になんないですけど。やべえやべえ。サイオンっていうなんか速いやつだよ。また今なんか誰かの死体が上かってきてボローン。あ、マジか、トランクスの目の前に。おー、やべやべやべ、なんだこれ。なんか上にロケラン連射してるやつみたいな。サンキュー。なんか上にボスみたいなのがいるんだよね。あー、ごめんなさい。あ、こいつだ。あ、だだだだだだ、死ぬ死ぬ死ぬ。とかダークですね。ブラタスダーク。あった。これは3人で火力を集中しないと無理だ。一番奥にボスいるんで。了解。ザコ掃除したらいいんですか。一回逃げよう。ダメだ、こいつと一人でやってもらう。敵すげえいるな、もう。おー、ちょっとちょいちょいちょい、ごめんなさい、こいつら舐めてました。あたたたた、シュシュシュ。目の前のこの尻尾から早く倒さない。カバッツかな。ちょっとお亡くなり。エイゴスさんか。助けに行ってんだけど目の前にボスがいて睨みつかされてる。ザゴに囲まれてる。行くぜ。俺がたどり着く前にミスコンです。ほい蘇生。だいぶザコが当たったぞ。全部やったらボスに来たから。OK、 いいかな。じゃあボスやろうか。それを来た。ちょっと足速いんだよな、地味。どこ行っちゃった。こいつダメージを一点火力しないとちょっとバリアーが硬すぎる。シーン取らない。バリアー抜けた。あ、抜けた。バリア抜けてるよ。ほら、ポケットランチャー。一発使え。うっせえな、ここ。ポケットランチャーはお前だけのものだよ。やばい。痛え、死ぬ。やべ、あーやっぱ連発はきついな。もうちょいもうちょいもうちょい。おー、ナイスキル。
でうまくいくことを願いましょう。ゲート近くのカバル基地を調べましょう。あ、きつかった。なんかカメカメ軍団の中に痩せてるやつがちょっと混じってた。いた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 。素早いやつ。うー、大変だった。硬くて突進してきて即死級の弾持ってるみたいなやつが一番やばい。やばいね。あ、なんかゲートが乾いちゃう。あれがゲートです。しかしゲートロードの目を起動させないと中に入れません。カバルの様子を見ましょう。なんで死んだ今。ミドタウスレッド18が来た。なるほど。あ、なんかハイドラもいる。え、これ俺らが相手すんのこれ。だってここリスポーン制限区域でしょ。やるの。え、ここ違うんじゃない。なんか宝箱見つけた。みんな宝箱、ここ俺がいるとこ、俺がいるとこのこの裏のとこに宝箱あるから。ただ取りに行くと撃たれるから気をつけて。あ、なんか死んでる。あ、絶対ここじゃないでしょこれ。ここ違うっしょ。ここ違う、絶対ここ違うよ。みんな道が違うもん。あ、ほんとだ。来て、ここは相手したら俺たち木屑になってしまう。あ、死ぬ、あ、死ぬ、あ、引っかかってる。ガーディアンダウン。っていうかエゴリアいまだにあそこで相手して死んでる。これ無理だ。なんかペニンナスナイプしてやろう。アラックスがいるな。はい、スナイプを感じ取って隠れるんじゃねえよ。隠れれてないです。イヤーズオブオーみたいにこいつら体がでかいせいでカバーできてないっていうのがちょっと面白い。やべやべやべ。ごめんな、ファランクスさん撃ってあげよう。お、ナイス。よし、さい。えい。いいよ。えい。2階の、なんか、塔に、てか、エゴリアンどこ行った。あれ、あ、いたいた、俺の後ろ来た。さすがに無理だと諦めたか。2階にいるファランクスをなんとかしたいな。よし、せっこっか。これどっから飲むんだこれ。いてててて、ごめんなさいごめんなさい。入るじゃん。やめて、ピストルパンパン撃たないで。ちょっとだけはいい。てて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 。ガーディアン一人ダウン。なんかレベルハテナのなんかアリーがいる。レベル17らしい。ホースト展開、なんかストーリーのやつ見つけたからこれ開いちゃう。え、はーい。何が起こるのか知らん。カバルはベックスの認識メッシュを突破したようです。お、あれ終わり。ここには大勢のカバルがいます。ゲートがどんなものか彼らが理解しているかは分かりません。ですがゲートロードの目を起動させてブラックガーデンに入るにはカバルを突破するしかないようです。なんだかさっきのリージョナリーは。ドロー。やったねー。なんで俺で1個なの。ミッション報酬があったね。レベル16ハードでございます。大丈夫でしょう。ベリーハードガーデンスパイア。ベリーハードまで行くとあのシールダーのシールドに対してガードになっちゃってダメージゼロになっちゃうからね。それがやばいんだよ。ついな。ちょっとでも通れば倒せるけど。完封されるパターンが一番きつい。
ゲートロードの目をチャージする方法がありました。ウォーベースの深部でカバルはブラックガーデンのゲートとつながるベックススパイアを抑圧しています。そのスパイアをカバルから解放すれば目をチャージ可能です。そこのカバルは手強いので激しい戦闘を覚悟してください。激しい戦闘を覚悟してください。では行きます。ウォーベースに攻め込みましょう。攻め込むんだって。一瞬でおおなんかカバルとゴブリンの戦争の真ん中に飛び降りてしまって一瞬で粉火にされました。なんで第三者の俺から狙うんだよお前ら。戦争継続しろよ。いてここはね、相手のミノこのゴブリン勢力のミノタウロスで、なんか厄介なやつだけつまみ食いしようよ。喧嘩させて。ミノタウロスと倒すの見たもん。パイル一瞬一致団結すんじゃない。で、弾切れちった。ミノタウロスみんなで倒そうぜ。ミノタウロスカバルのみんなに協力して。すいませんね、漁夫の利してすいませんね。なんか相手の土砂が飲んだよ。お邪魔します。なんかあった。何これ。死んだゴーストを目覚めさせる。たまにマップに落ちてるよねこれ。死んだゴーストがコロンと落ちてる。何なのか全然わかんないけど、はい、ここはもしかして関係ないところだった。関係なかったね。あれ？え？あれ？召喚？あれ？あれ？あれ？おー、いけた。あれ？でも後ろに行けっていう指示も出てる。どうしたの？痛い。みんな遠くに行ってると思うんです。僕だけ会ってるんじゃないでしょうか。マジ？よし、ここパランクスがいるここっぽいな。痛い。カバルの基地に着きました。めんどくせー、やってやんぞー。ここにこれから攻め込って。めっちゃ上から。上になんかいるな。造形が違うやつがいない。
なんか赤っぽいのがいいね。なんかないなんか赤っぽいよね。いってん、上から撃たれてるな。センチュリオンが出てきた、センチュリオンが出てきたぞ。おバリアー持ちのカバル、あ、そっちにも出てきた。ナイス。ガーディアン、うわスナイプしてる。ファイヤーの位置を特定しなくては。見晴らしの効く場所をスキャンします。お前か、一個分だ。あら、そっちかな。左から、左から来てる。し、巻き出た。あー、センチュリオン、左からセンチュリオン。エイゴスさんだし。よ。インペリアルとかついてるし。
いでいでいで陰影隊下ばっかりロケラン撃ってずるいぞ。これも出せる。ナイスナイスロケラン。バリア剥がれたよ。前方に展望塔があります。あそこにスパイアを見つける方法がきっとあります。展望塔、展望塔、どう見てやってた。あ、レリックのかけらをってやつがあった。これかなんか最終アイテムだ。お、なんか地面に落ちてる隕石みたいな石。さてどこでしょう。ここでもあった。ありました。別の防衛線を越えた先です。これで間違いなくこっちの存在がバレたでしょうね。なんか黄色の敵がおりますよ。本当だ。やべ、一撃がいて。知らないな、これで。ムッキーやった？こっちで一匹死んでて。やったっぽい。次の目的地へ行きまーす。はい。ここはやばい？アバルが天候盛り。さて、スナイプしちゃおっかな。カッパ。スナイパーライフルで頭3発。てか、ここ、俺らの用事のとこじゃなくね？そうだね。よし。と思ったらそこ用事のとこじゃね。通り過ぎたらそこですって。くそー、どっちなんだよ。インペリアルリージョナリー携帯のレアプレアモンスター版ドエー。いただきまーす。中はいない。インターセプターに乗る。なにこれ、すげえ見て、なんかすごいの乗った。何それ。
あ、みんな乗ってるよ。ユゴリアも乗ってるよ。一人だけ。うい、こいつ挟んでやろうぜ。こうやって運んだくよか、こうやって。また運んだくよか。ほら、楽でしょ。ちょっと無理だ。ずるってなって。加速。あ、加速。おー、すげえ。おー。壊れそう、これすぐ壊れそう。これの壊れちゃうよ。あんまりこの船強くないかも。あ、でも楽は楽だ。左右どっちからミサイルが出るのがランダムみたいな。交互に出てる。交互に出てる。おお。あー、壊される。あー、船ごといった。じゃあこれで船壊されて、博士乗っていいよ、それ。火が出てるみたい。バレた。ちょっとの間は使えるよ。いってコロッサスってやつがいるな、奥に。皆さん、奥のコロッサスにご注意ください。ガーディアンが一人ダウン。ケゴリアンずっと奥から安全地帯が。ここにコロッサスってのがいるのよ。これこれこれ。いるね。これこっちでずー、ここでずーれ。どっち向き、こっち向き。コロッサス死亡。あとセンチュリオン。俺この角度からだと見えないんだよな。センチュリオンどこ行っちゃった？特にいいじゃないか。行った。いいじゃないか。センチュリオンやったのかな。いなくなった。いるじゃん。めちゃめちゃいるじゃん。あ、だし。エゴリのその船も押されて今逃げられない。あー、でも集中砲火かかってる。どこ行った？センチュリオン。あれ？あれ？やった？やった？やったっぽい。お、いないね。やったっぽいね。あ、アイテムが落ちる。エゴリアのその船に頑張ってもらおう。お、霊源エリア来た。どうやら誘い込まれたようですね。マジで。罠の気がします。なんか来たー。
電気力2名飛び出してきた。罠ってことなんかしっかり準備してる感じに見えない。普通だなお前。これあげよう。もう吹っ飛んだ。いないかな。もう大丈夫だ。声はすごい聞こえるね。じゃないか。ウィーン。なんか誰か来てる。もう来た？後ろ後ろ後ろ。あ、センチュリアンがいる。センチュリアンがいる。挟み撃ちにされたら確かに罠かも。やべやべやべ。なったよ、15になったよ。おお、おめでとうっす。やったぜ。ザッと。いでし。バリアがいってしまった。センチュリオン。やめろ。このセンチュリアンだけかな。センチュリアンどこ行った。あれすぐどっか行くな。これどこ行ったの。えあそっち。おお、なんだこれなんだこれあそっちからまた新しいのがいたんだ。そう、大軍勢が来た。あ、やばい。結構な勢いでこっちに突撃してきてるな。これやばい。距離とろう。待って。ドン。7発。ガーディアンダウン。うわ、殺すさす。こっそり助ける。はい。よし。けど、殺すさすのそば。やばいな、これ。やばいな。物量で押し切られる。ね、どうしようね。困ったな。ちょっとずつ見えるやつを処理していくしかないよ。真上にいる。殺すさすが怖え。さようなら。なんとか行った。まあ俺の目の前に殺させた。ダメだここ。なんで俺の目の前にいつもいるの。あ、処理持ってかれた。お、なんで、なにこの人。俺の行き先々に殺すはずがいる。あ、なに、あ、てかいっぱいいるのこれもしかして。いや、いるのは一体。あ、本当。いつも俺の行き先に。あ、英語さん、そしてする。いつもあなたがそばにいた。このゲートは任せてください。ビビった。先回りするたびに俺の目の前にいるからさ。危なく恋が始まるとこだった。アイテム弾拾ってくる。
これで序の口なんでしょう。カバルの王様が出てくるのかな。さあ何が出てくるか。ボスっぽいな。絶対ボスだよね。開いた瞬間ドカーンとかないよね。本当にいた。開いた瞬間にいた。本当にいたわ。そういうこと言うからいるんでしょ。あ、なんかファランクスのボスがいる。痩せんねー。敵地は今エゴリアンがいるところっぽい。もうすぐそこです。ずるリージョンの砦でスパイアを。あの橋を越えてください。オッケー。おお来たね。ビッグブリッジのテーマ流して。まっすぐ進んでください。あーこれ手法打たれるよ。かみんな気をつけて。あ大丈夫だ。なんか奥にコロッサスが陣取ってる。スナイプしてやる。ほらほら。お前らがそこでそうやって亀作戦するんだったら俺ら後ろのコロッサスを収拾場所よ。ふいー。さすがなんか待ってる敵は怖くないけど突っ込んでくる敵が一番怖い。怖いね。頭が取れたコブゴブリンとかが一番怖い。わからんす。あ落ちちゃった。俺端から落ちちゃったよ。せっだから裏ついてやると思ったけど登れないかな。登れないかな。よし。あー光だ。光がある。取らないと。よし。うん当たってねん？なんだあれ？あ、ファランクス。お、なんだこれ？パワーウェーブみたいなの出てきた。ここに来て新技？カバルを何とかしてくれれば目を起動させられます。
左の上にいるやつなんとかしない。いるね。いや、そこセンチュリオンが。背中取るからこっち向いたやつ撃っていけて。違うこっちだよ。バリア解けたよ。よっしゃー、ハッスルタイム。倒した。スパイアと繋がったコンジット。行ってみましょう。どこ？ここだ。端末には見えないけど。何が起こるのか想像もつきません。嫌な予感しかしねえ。ちょっと離れたもん。なんだなんだ。だ。なんか上にあるの消えたけど、ああなんか奥から出てきたよ。プライマスシャウールだ。カメのリーダー。おっと目の前にチビちゃんが。一発かよ。あざーす。すげえ、背中になんか孔雀の羽みたいなやつ。あ、なんかまた増援ね。これここにいると死ぬ。あ、嘘。高すぎた。設計者にキルされたって書いてある。あ、ごめんなさい。サンキュー。あ、危ない、撃たれてる。大丈夫大丈夫。サンキュー。高すぎたわ。でも、エゴさん。あー、これどうしようかな。エゴリアン、俺の上にいる。まず、ザコをなんとかしないと。まともに戦えない。完全に俺だな。ロックオンされてます。ギグザグ走行や。どこ行った？俺の下にいた。よし。
あ、またペイさん後ろ後ろ後ろ、マジで、あーこれは死ぬかも。ずっと生きてた、なんとか生きてた。あざーす。おお、こういう敵が一番怖えな、ガンガン近づいてくるもん。背中がガラ、今がチャンス。こっち向きなさいよ。あ、弾切れた。ほらこっち向け。ボスかよ。機動力あんなこいつ。でかいくせに。うわ、また増え。また船来たな。来たか。なんだ。うわ、右から来てる。エゴさん右右右右右。バレた。あ、船長まで。マジで？お、これにセンチュリオンプラスはちょっとなかなか告白なことしてる。あ、ダメだ、ここ狭くて当たっちまう上に。おお、失敗だ。俺俺こっち向け。俺こっち向かないとロケラン食らしまくっちゃうぞ。そう、気づいた。やべやべやべ、エイコスパッドだ。やべー、やりー。やったんじゃね？やったやった。おー、ナーイス。ロケランが効きましたかね。あとは、あ、ザコ帰ったかも。帰ったな。勝った。おお。ああ、よかった。なんか。やりましたね。目がチャージされました。さあ、ブラックガーデンに入って終わらせましょう。よーし、クリアー。おおお、あ、僕のスキルです。なんか使っといた方が成長するかな。なるほどね。ダメージ強化、なんかいいもん出ろ。あ、やっぱ緑信玄、信玄だ。あ、しかもオートライフ。なんか君ら何そのナイフってあ、これミッション報酬らしい。これも初めてやったのにナイフもらえなかったよし、じゃあちょっと私4時から出かけるので。はーい、おつです。また夜にでも。はい。